上には上がいるかなと。僕らとしての負けは1敗だけですん で1位の方が僕ら戦って1位になってくれたので、まあ、上には上がいるかなと。僕らはもう、まあ、正直運な部分もあったと思うんで、みんなやっぱ緊張せずに、まあ、いつも普段通りのプレーさえみんなでできてればいいかな、まあ、で楽しくできれば正直いいですね。やっぱ最後に負けちゃったっていうのはやっぱ一番辛いのかなっていう。まあ僕たちがちょっとの差で勝たせてもらって、やっぱもう決勝にはもうその時の運がもうなかったのかなっていう感じ。もうそれまでにもう運使い切っちゃって決勝で、うん、まあいい、しゃあない。全員が全員その同じキャラを持ってないので、やっぱりその辺がカバーし合えてたのが今回やっぱり勝てた理由の一つでもあるかなと自分は思います。16からの本当8、今の僕の話が地獄だったんですね。はい、僕がミスをしたんですね。本当に難しいところだったんですけど、すごい速さでさっと対応してくれて、そこを進めたおかげで多分8からベスト16から8に進めたので、多分そこが大きかったと思います。まあ、あとはこの仲間たちができたっていうところですかね。ゲーム自体も面白いんですけど、やっぱりいろんな人と知り合いっていうのがいいですね。あと決勝大会で会おうって約束した人もたくさんいるからね。そうね、他の地区で出てるんで、やっぱ出てる、ね、その人たちも出てきてくれることを信じて、はい、信じて、はい、そうですね、チューブの代表として頑張りたいですね。仲良く楽しくモンストを愛しましょう。おう、待ってる全国。おう温泉活動おう。